はい、どうも、豚猫ゲームチャンネルの豚猫です。久々ですね。久々のレシーバー2をやっていきたいと思います。まあ、クリアできてませんね、相変わらずね。難しいですね、このゲームはね。まあね、難しいんだよね。こう、何回やってもクリアできないね、このゲームは。マイクの位置がちょっと悪いかな。よいしょ。はい、どうも。まだね、レベル3、1のチュートリアルを抜かして3までしか行ってないね。今レベル2か。もうこの段階であれだっけ？ドローン出てるんだっけかな。ちょっとね、いろいろちょっと確認して。これ1にして、1、2、1で2で、で、お、飛んじゃった。久々にやるとね、だいぶね、やり方を忘れてるんだよね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。さてと、これはあれかな。一度出して、あ、間違えた。じゃあな。これじゃなくて、よっ、よし、かかった。よし、OK。なかなかお見せする機会がないけれど、チャンバー内に直接弾を、ね、一発込めることができるんですわな。なかなか、あんまりやっちゃいけないんだけどね。絶対ジャムるだろう。2発目絶対ジャムるそうな感じがする。なんかトントンしとこう。さてと。まずは上からだな。上からまず攻めていこう。この辺はね。ここにいるのはドローンだよね。あ、ドローンじゃなくて、セントリーだよね。セントリーガンだよね。ちょっとわかんないな。こっちは行かない方がいいかもしれないな。向こうから行こう。あ、もしかしたら曲が出ないかもしれない。セッティング。ミュージックボリューム。あ、大丈夫か。あいえ、あいえっていうね、感じの曲が流れてくるんだけど。どっとっと、どこかにないかなと。ボリュームはその分も大丈夫かな。マスターボリュームが80%だから100%ないとか。よし。ドロドドー。最近、某有名実況者さんが、ゲーム実況者さんがね、やり始めましたね、と、ついに、レシーバー2を。難しいですね、このゲームは。やはり、このゲーム、だらだらね、やるほかないので、ね、前からも言ってんだけどね、雑談しながらね、配信するのが一番ね、ベストかなと思います、このタイプはね。明かりをつけるか。来たところ明かりつけて。クリアリング大切。これ下にいそうな感じがしますね。ちょっと青いのが見えたね、ここにね。ガバメントいいんだけどね。ちょっとね。サイトが見にくいんですよね。
あいつも、あいつはこっからじゃちょっと狙いにくいかな、位置的に。ちょっと狙いにくいけど、狙ってあげられるんだったら撃ちたいよね。たまにこの位置からでもバレるんだ。あ、ずれた。ただ、ここで撃っちゃってもね。あ、ダメだ。やめとこう。やめとこう。弾の無駄になっちゃう。最初のステージはね、弾ガンガン手に入るんだけど、一気に弾手に入らなくなるからね、このゲームね。あー、ないね。前作より弾をね、補充しやすくはなってるんだけどね。それでもよ。それでもよ。うん、あまり危険はおかしく痛くないので上から行きましょうかね。あー、なるほどなるほど。上には上がれないですねこれはね。トリガーを引いたんだけど反応しなかった。よし、ジャンプして取ることはできないか。あと何発？はあ、はあ、撃ちすぎた。撃ちすぎちゃったな。おっと。綺麗に角に配置してあるなぁ。厄介だな。あ、厄介だなぁ。ヒギよっ。危なっ。はぁ、あ、壊して、あれ、これのね、このね、コントローラーでうまくいかないときあるんだよね。1個しか回収できないってね。もう一発って1個しか回収できなくなってきちゃったからね。うん、2発外した段階でも死活問題で。あー、ドローンがいる。困っちゃなぁ。困っちゃなぁ。困っちゃなぁ。降りるか。仕方ない。やばい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 。危ねえ危ねえ。いや、本当はこのままね、ボタンを押せればいいんだけど、何か後ろにね、隠れられるところとかあればね、ボタンを押してやってみてもいいんだけど、後ろ向くんだよね、気が疲れちゃうと。壊したら帰ってきてくれればいいんだけどな。お、ラッキーラッキーバルーン。ゲット。これは撃った薬莢か。と他に。
なんか物がないか見ていこうね。ないかな。なさそうだな。こういうとことかたまに玉があるんだけど、ないね。ないね。本当は上行きたいんだけどね。ここも何もないと。ここにいるんだよね。当てられなかったですか。まあ、外さんよ。あと、そこにいるのは？Together, we have laid the foundation. You have shown great potential, but the potential is yet to be realized. We have sent the message. Can you hear it? There is an insidious force moving through your media, weakening the mind and causing widespread dysfunction. We call this the threat. We have developed a technique called mind tech to combat this threat. A new set of tapes has been issued to train and prepare you. Close your eyes and imagine that you are a cloud floating over the city. Breathe in. One, two, three, four. Hold. One, two, three. Four. Breathe out. One, two, three, four. Pause. One, two, three, four. Breathe in. Imagine a kill drone weaving between the buildings. Hold. The drone looks up, seeing the dark cloud. Breathe out. It starts flying towards cover. Pause. Bang. Lightning blasts it to sparkling pieces. Breathe in. Breathing is vital to life. In order to project deadly force with precision, a receiver temporarily becomes one with death and pauses the breath. ここにあったあったあったよしよし。いいねいいね。いやー、窮地を脱した感じとテープがあるじゃん。ラッキー。When discharging a firearm, we learn to control our most basic autonomic reactions. To blink or flinch risks missing the target. With slow, steady breathing, muscles neither fully tensed or relaxed, we train our focus. We breathe in, we check the breach. We breathe out, we release the safety. We breathe in, we aim at the target. ここね、多分安全だからね。Slowly exhale while we squeeze the trigger. 最初のスタート地点になるエリアはね、確か、上下、上の階層も下の階層も何もいなかったはず。完全にクリアな場所だから。Instead, we breathe in and aim at the target.ありがてえ。あ、フルマガジンじゃん。じゃあこれを抜いて、4に入れて、これも一応抜いといて、3戻して、2にこれ付け足して、フルマガジンにして入れておいて。
で、これにも入れて。あれ？3、1個足す。3、入れる。しまった。これな、間違えちゃったな。次に入れて、で解除して、3を入れて叩いて、よいしょ。セーフティーつける。うん、上も大丈夫？確かいなかったはずだよね、こっちはね。ここに何かあるのか。なんなんもないな。お、あれ、ずっとこっち見てる？ずっとこっち見てるだけ。定点だけじゃ。やっちゃって。時々な、ライトにしか反応しない奴がいるから。あれは、普通のドローンじゃなくて、セントリーかな、あの動きは。なら大丈夫かな。あー、向こうやだな。そうか。クリアにしてきたいけどな。おっとっとっと。このね、倉庫ね、めっちゃ暗いんですよね。なんで、奥の状況がわからないので、おっと、危ねえ。全然気がつかなかったぜ。こいつな、こいつ。外した。ここだと被弾警視があるからな。あ、壊れにゃね、ちょっと厄介だね。もうちょい後ろから。この角度ダメだね。あ、よしよし、 OK、 これで OK。 これで万が一撃たれることはない。弾だいぶ使っちゃったな。あーっち行きたくねえ。絶対行きたくない。そしてこっちに来てほしくない。ずっとあそこにいてくれよ。ずっとあそこに。いやー、来ないでほしい。People with high exposure to media show many symptoms. Listlessness, inability to focus, a feeling of dread and hopelessness. The inversion of values extends to all aspects of life. The media tells you that distant, abstract events that have little to do are the most important. The implication is that your own experience and existence is meaningless. The opposite is true.
Your only connection to reality A is Instead of looking out, you learn the most critical information by looking inward. To the extent that the body is an extension of the mind, it is the primary aspect of physical reality. Focus attention on the shadow body. Look inward. Listen. Oh, lucky! Clear, jang.自殺テープの可能性があるから。4番と交換して弾を抜いておきましょうかね。This tape is designed to test your focus in the face of distraction. Maintain focus on your breathing. いや。How did you do? If your attention wandered, that is normal.Just notice that without judgment. Let's try again. Good job. なんなんだ。さあこっからが大変。こっからが大変だよ。まだね、さっきのエリアだとね、ドローンがいたとしても1体ぐらいなんだよね。でもこっからドローンが同時に2体ぐらいとか出て始めるから、厄介だよな。で、あとは何の銃がね、割り当てられるかっていうのがね、問題よ。あ、初めてだよ、俺デザートイーグルゲットしたの。やったね。俺デザートイーグル初めてで、場所が悪い。どこここ。ライトもないし、いや、マガジンでか。暗いし。ちょっと暗いなぁ。あー、雷が。おっと。ちょっとないかなぁ。なんかないかなぁ。ラッキーバルーンがあるから、このラッキーバルーンチャレンジをクリアして、行こうかな。大丈夫かな。何もいないかな。もうちょっと明るい室内に行きたいね。ちょっと気をつけないと、一発も撃たないで死んじゃう可能性があるから。よいしょ。よいしょ。もうちょい横かな。この辺かな。ほう。お初にお目にかかりますな。あ、危な。あ、なんか入ってたのか。初めて見るからね、ちょっとあれだな。セッティング。どれだっけ?これだ。これをちょっとね、50% ぐらいにして、見ようか。そうするとね、ちょっと銃の全貌が見えるようになるんだよね、ここの石でと。ほい。あれ?見えるはず。これやると変わる。ああ、見えた。ほう。いやー、かっこよいな。ちょっと、やっぱもうちょっと明るいところで見たい。基本操作はガバメントと一緒だな、多分。今んとこ触ってる感じ。よーし、ラッキーバルーンチャレンジ。行くぜ。あー、二つか。よし。しかも今のジャムった。ああ、ちゃんと反応するね。
まあ、基本は大丈夫だよね。まあ、ガバメントと同じでいいのかな。デザートイーグルは、あんまり、ゲームとかでもあんま使わないからね。何か、なぜかっていうとね、弾がでかいもんでね。反動が大きいでしょ？やっぱさ、他のゲームでも、反動が大きいから、あんまり使わないんだよね。まあ、なんか、モンスタースレイヤーというか、化け物を倒すときに対しては、なんかデザートイーグル出てきたときは、うわーってなるけど、FPS とかのゲームで、マルチとかの、対戦で、あんまり使わないね、こういう反動が強いのは。マグナムは使うけど。まあでも、デザートイーグルって、マグナム弾だよね。デコキングしとこ。この上とこ見た。ないね。よしよし、しないね。ちょっと待って、ちょっと待って。嫌な影が見えた。影、光か。ドローンがいるな、近くに。入ってませんね。入ったかな。セーフティー入れとこうか。一応ここの上の方を見てくる。しかもテープ4つだぞ、集めるの。いやー、これは慎重にいけばクリアできるんじゃねーという。なんかもういるな。しかもいるのドローンじゃないか、これは。行きたくねえな。ねえ、行きたくないね、これはね。どこにいるんだろう。おっと！どこ調べてるか全然わかんねえ。向こうにもいるしな。こっち今見てる。行ったかな。うわ、吹っ飛んでった。お、壊れた音がした。強っ。そして弾が入ったのか、これは。もう一体が結構近くにいる感じがする。なんかずっとチラチラしてるな。これは、なんかあんまりよろしくない。反対側から下を回ってから反対側から行こうか。こっちは、もう無難じゃない。部が悪いか。あれは部が悪いな。こっち側から行こう。時にはね、ルートを変えるのもこのゲームのね、賢いやり方だね。暗いというか、逆だな。明るすぎてちょっとわかんねえな。なんかないかな。こういう時、ライトが早く欲しいな。フラッシュライト落ちてないかな。なんかすぐにやられちゃう感じがしそう。ゲームの中で多分おそらく一番強力な銃が多分おそらくこれ。デザートイーグルなはず。
いやー、強かったな。吹っ飛ばしてたな。ただ、吹っ飛ばすことがいいか悪いかはちょっとわかんないところだよねっていう。そろそろ変えるか。よいしょ。銃の挙動が見れたから。どれくらいだったっけ ?10% くらいにしとこうか。よし。近い方が見やすいからね。あ、リアリティを考えたらね、なんだ、画面から見て実際に銃を持ってる、た時の、大きさにするとリアリティが増すんだけれど、ちょっとね、それだとクリアできないからね、なかなかね。なので、なるべく、サイトが見やすいような、大きさに変えてますね。あっちにも、ドローンが飛んでると。セントリーとドローンのね、センサーの光の、感じが全く違うので、ああいうのはドローンですね。あ、下にもいますね。いますね、まだね。近くにね。上から狙えそうだな。前、危なくない。あ、下降りなきゃダメっぽいな、ここはもう。この、どこかに見え、おっと、ちょっと、まだ行かないで。あ、いるね、いるんだけど、狙えるかな、この位置から。あいつらね、上はね、見れないんでね。で、ドローンの嫌なとこは、セントリーと違って弾落とさないんです、あいつら。一撃だ。強い。頼もしいぜ。さすがデザートイーグル。しかし、弾がな。ないですかね。ないですね。まあ、ないね。こっち行くか、次。この位置からじゃ見えないはず。どこだ?真向かいにいる感じか?真向かいにいる感じか?下にいる!違うね。どこにいるかわかんねえ。全然見えねえ。え?どこ?真下にいる。一体だけかな?一機だけ?一機だけっぽいな。向こうにはまだいるけど。セントリーは見かけないね。いやそこね、このエリア蛍光灯だからね、わかりにくいんだよね。じゃあ先にこっち行こうか。ん?あれだよな。ただの雷の光だったよな、今のな。なんもないね。なんもない、なんもない。暗くてなんかあるかどうかはわからないな。弾が欲しいんだな。弾ないかな。もちろんテープも欲しいけど、弾が欲しい。ないねー、ないねー。そして雷がすごいうるさいね。ここのエリアは一回降りたら戻ってこれないから。近づいてみないとわかんない。明るいとこに何かあるってわけでもないな。
ここのエリアはなんかいるってわけでもない。あ、いるか。BGM がなぁ。BGM のせいでちょっとわからない部分がある。なんかチラチラしてるんだけれど。あれは外にいるのかもしかして。なんだろう。でもこっち側じゃなくて外にいるっぽいな、あれは。あ、そこにいる。え、嘘。弾をください。え、嘘。びっくりした。弾がもうなくなっちゃった。弾ください。お、2発くれた。あと探索しようかね。そうだな、3に入れてこっちを抜いて3を返して、うわうるせえな。いや心もとない、弾が心もとないな。ラッキーバルーンが あればいいんだけど、問題のエリアだな。一番最初の時にやらかして倒しきれなかった多分エリアだと思う。ここまっすぐ行った方がいいかな。じゃああれはセントリーの光、ラッキーバルーンもあるね。おっと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 、なるほどね、なるほど。あれは？これは下から行った方がいい感じかな？おそらくあのね、セントリーは倒してないと思う。で、そいつの倒したやつから回収するか。セントリーにもいくつか種類があって、まあ内側がむき出しになってるセントリーがあったりとかするんだけど、それが一番最初にあるステージに出てくるやつで、多分あいつはね、かなり遠距離を狙えるタイプじゃないかな。固定されたやつで。あ、テープもある。うわー、取りにくいとこにあるなー。また上からは狙われないよね。You are finally prepared to hear this message. You see reality painted in shades of black. But beyond your world is another, bathed in radiant light. We have reached out to you with a warning. If you are able to hear our message, you are one of the few that we can help. We
call you receivers. The receiver who is speaking these words was chosen because he is able to hear us with exceptional clarity. With time, you too could learn this mind tech, but time is not something we have. There is a threat to everyone on your planet, and they have been weakening your mind through your media, lowering your natural defenses. The coming attack is unavoidable. All we can do is prepare. これでうまくいけば、どのタイミングだ？今か？違うな。ダメだ。まあいいでしょう。一個プラスだから。まあないよりはマシよな。さあ。フラッシュライト、ラッキー、やったぜ。やっとだぜ。しかし、ちょっとした息抜きのつもりで始めたら、どんどんなんか進んでるな。デザートイーグルが手に入ったのは大きい。これはここクリアできるかもしれないぞ。初めて。お、ラッキー、資料ゲット。おっと。上でチラチラしてるのは多分あれは、もしかしたらさっきのやつ、ただ倒れてるだけかな。倒れてるやつがいるだけかもしれないな、あれは。まあでも危ないから、とりあえずは隣行くか。下にラッキーバルーンあったから、それ取ってこう。なるほど。360度回転するタイプのやつかな。90度だけ振り向いてるやつはね、やりやすいんだけど、後ろに回り込んだりとかね。360度くるくる回ってるやつはね、後ろに回ってね、壊すっていうのも結構難しいからね。真上から壊すのが、まあ一番になるんだけれど。シャー。音を聞いて。上にいるのは、あ、ドローンがいらっしゃる。いらっしゃるが、どこを見てるんだ？あ、真上にいる。真上にいるね。よしよし。失敗したぞ。嘘。ああ。嘘でしょ。ああ、クソ、コントローラーからマウスに変えればよかったな。プロペラ部分壊れねえの？いやー、もったいないことしたなー。デザートイーグルであそこはすごい良かったんだけどなー。いや、しっかりセンサー部分狙っとけばよかったね。判断を間違ったな。ちょっと油断というか、あれだね。過信しすぎたね。銃の性能に過信してしまったね。入ってるね。
ヘビーフルどっちだっけこれ。光の加減わからん。弾がすごいある。このゲーム内で唯一するフルオートの銃がこれだからね。あのグロックのカスタムグロックでね。こっちフルだもんね。フルだもんね。セミだもんね。セミにしときました。セミ。あね、グロックね。ちょっとね、狙いにくいんだよね。実際だったら狙いやすいんだけどね、このゲームじゃちょっと狙いにくいんだよね。あの、なんか精密射撃みたいなの求められるからね。いや、もちろん性能がいいから精密射撃に向いてるんだよ、グロックも。だけどね、なんかね。すぐそこにいるって感じだね。おお、そろそろ行って。あ、ちょうどパイプが邪魔だ。外した。Most believers are initially skeptical about the existence of the threat. This is a good sign. A receiver should maintain a healthy mental immune system that consistently questions the evidence for all, both old and new. A receiver never maintains a belief just because it's the first one they've heard or because it's the culture they were born into.However, in this case, the appropriate behavior is the same, whether you believe in the literal existence of the threat or not. If it doesn't exist, you will have strengthened your mind and trained your body for nothing. But aren't those goals inherently worthy? In this case, the means of defeating the threat are valid ends in and of themselves.これはね、ちょっとね、ちょうどポッチのところに当てなきゃいけないからね。他の銃が結構6時照準とか、6時照準かな ?12 時かな、よし。サイトのなんだ、見方によるんだよね。なんだ、この手前の、フロントじゃなくて、ディアサイトの部分の、この、今のこのね、この字型の部分と真ん中のポッチが見えるでしょ?そのね、なんて言ったらいいのかな。まあ、それを揃えるんだけれど、まあ、大概はね、結構この水平に合わせてその上みたいな感じだったりするんだよ。なんていうの、時計の12時の針のちょうど12時を指すぐらいのところ。うまく見入れないな。もうちょっとね、わかりやすい。あればいい。明るくないからな。もうちょっと明るければいいんだけどな。あ、ここにある十字の溝で説明しようか。十字の溝でね。これを、ここで合わせるか。ちょっと暗いな。あ、これ明るすぎるな。ここで合わせるか、ここで合わせるかの違い。そう。ここで合わせて当たる場合もある。当たる銃の、この、照準
の見方もあれば、ここで当てなきゃ、特にグロックなんかこのポッチの部分で今ね狙わなきゃいけないっぽくって、この銃はここで当てなきゃいけないんだよね。だからね、狙うとこがね隠れちゃうんだよ。もちろんね、人に対して撃ったりとか的に対して撃つんだったら全然ねこっちの方が撃ちやすいんだけれど、こういう暗がりで、しかも、狙える場所が、見えづらい場所にあるっていうような感じの状態で、ほんと隙間から狙わなきゃいけないっていう状態がね多いこのゲームにおいて、ちょっとこいつはね扱いにくいんですよね。銃によってちょっとね照準のその癖みたいなのをねしっかりね理解しないと、このゲームはねクリアが難しいというくらい、マニアックな作りになっていると。いけいけいけちょちょっと回るタイプか、厄介だな。次にこっから、いやラッキーバルーンクリアしたから終わりのつもりなんだけど、当たんなかったね。よし、この辺で終わりにしとこう。いくらやってもね終わんないからね。ということで今回の動画はこれにて終了になります。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。もう1時間もやってるわ。息抜きのつもりがこんな時間になっちゃった。